いい、続けろ。その代わり俺に一杯入れてくれ。じゃあ僕は。もう一度聞くが、どうしてここで紅茶を？だから別に意味は。人は意味のないことはしない。前にも言ったはずだ。君はこの場所に死んだおじいさんの幻影を追い続けている。いつまでも死んだ人間を追うのは死んでいるようなものだ。生きている人間は死んだ人間と共に歩むことはできない。死んだ人間に囚われている限り前には進めない。だから自分の思いも感情も外に出すことができない。止まれって言ってんだろ。自分の足で進まない限り君はいつまでもそのままだ。何も知らないくせに、何も知らないくせに。